ランドの体操大会の表彰式で黒人の女子選手だけメダルを渡されなかった動画に、金メダリストシモーン・バイルス選手、胸が痛む、がネットで話題。内容はこちら。アイルランドで開催された体操大会の表彰式での人種差別動画に、シモーン・バイルス選手が思いを吐露したようです。では内容を見てみましょう。アイルランドで開催された体操大会の表彰式で、黒人の女子選手だけがメダルを渡されなかった場面の動画が SNS 上で拡散し、米国の黒人女子体操選手で五輪金メダリストのシモーン・バイルス選手が X に、胸が痛むと書き込んだ。動画は昨年3月の大会で撮影された。一列に並んでメダルを受け取る女子選手たちの中で、黒人の一人だけが飛ばされている。バイルス選手は X への投稿で、動画の拡散中にこの選手の両親から連絡を受け、ビデオメッセージを送ったことを明かした。その上で、どんなスポーツにも人種差別があってはならないと書き込んだ。その問題になった動画がこちら。今の時代にこんな人種差別があっていいのでしょうか。到底許される行動ではないと思います。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。わざとやん、わざとわざと、明らかにわざと、さすがにひどいな、子供に対してこれはひどすぎる、あんな露骨なことすんのね、子供相手に、これはマジで一生のトラウマになっちゃっただろうな。胸が引き裂かれるくらい悲しかった。いくら謝罪してると言っても今の時代に信じられない。教会側はそれでよしみたいにしてるが、幹部役員が全員辞職しないといけないレベルだと思うよ。鬼畜感すごい。黒人の女の子の表情を見るだけで胸が苦しくなりますよ。次はこちら。あってはならないミスですね。一応謝罪して去年対応済みとはいえ、差別は良くない。対面での謝罪を拒絶され、一行だけの謝罪文を送りつけて双方で解決済みってどういう神経だよ。いやいやいや、ミスだとか家族と話し合いがついてるとかじゃないでしょ。どこの誰で、事態を知らなかった人でも理解して納得できる説明をしてくれなきゃいけないよ。これをミスで終わらせていいのでしょうか。あからさまな人種差別ですよね。次はこちら。本場の差別はすげえな。日本じゃ考えられんぞこんなの。欧米系は人種差別とは考えていない節がある。これはかわいそう。周りの選手たちも指摘すらしないね。なんでそんなことができるのか。差別主義者である前に、もはや人ではない。まあ海外なんてこんなもん。所詮このレベル、これ大問題になるやつ。世論の反応を鑑みてわかる通り、日本人にどれだけ差別意識がないのかが明白ですよね。最後はこちら。見ましたが、恋ではないという言い訳が通じるような感じではありませんでした。
見えなかったとか、すごい言い訳をしていましたね。余計に差別しているような。公衆の面前で差別されるのは破壊力がありすぎるだろう。悪意はないということだが、悪意にしか見えない。日本で反差別を訴えてる活動家は、本物の差別を経験してみてほしい。好き嫌いの次元じゃなく、本当に有色人種を人間と認識してなく、視界に入ってないので、本人も差別や嫌がらせをしてる認識がない。ポリコレ大好きな欧州で、この時代にまだこんなあからさまな差別してるなんて。こういうのが差別なんだよね。明らかに故意だとしか思えませんよ。差別など絶対にあってはなりません。結論、大の大人が小さな子供に対し、公衆の面前で露骨な人種差別を行う。そして周りの大人たちもその差別に対し見て見ぬふりをし、誰も注意をしない。こんなことが今の時代に起こっていることが信じられません。この黒人の女の子が人種差別によりどれだけ傷ついたのか、どれだけ悲しい思いをしたのか、どれだけトラウマになったのか。女の子にメダルを渡さなかった差別主義者に彼女の気持ちが理解できますか？おそらく理解できないでしょうね。あのような行為を堂々とやれてしまう輩ですから。とにかく人種差別を断固として許してはなりません。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。